手でいく。あ、俺消えてくんねん。はい、はい。携帯忘れた。持ってこ、持ってこ。え、まだ見えない。あ、あった。あったもん。あゆみに言いたいことあるからさ。え、あゆみがそのために起きてるって言うから。なになに、お前に言いたいこと。あゆみやっほーって言いたい。早、みんな早。見てんの？早っ。俺たちがツイートする前にも見てる。ラムちゃん、こんばんは、ありがとうございます。中地奥。あ、あ、あ、あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと長地でお送りしております。お願いします。やばいだ、やばいっすね。ちょっとじゃあコメント拾っていきます。はいはいはい。うわーすごい、みんな早い早い、ありがとうございます。どこからかな。ラムちゃん、ラムちゃんこんばんは、ありがとうございます。ね、いつも見てくれて。カワコちゃんこんばんは、ありがとうございます。カワコちゃんね、いつもありがとうございます。マリンちゃんもね、こんばんはということで。はい。あーっさ4位。あーいや、いいんだけど。最近ちょっとね、あっさちょっとスランプというかいやいや別に4位も早いんだけど、毎回申し訳ない。神7であるからね。部長は4位入ってるから大丈夫だよ。神7、うん、シュプリームさん、東京からいつも。ありがとうございます。ツイッターかな、なんか偶然見た時になんか、はいはい、雨、大雨なのかな、東京わからんけど、今そんな感じだった、うん。こんばんは、今晩の放送はコンプラが入るのということで。いやもうなしでいきましょうね、コンプラが。はい、そうですね、うん。中田猫さん、はい、こんばんにゃす、イヤホンオッケーということで。そうですね、もう最初イヤホン早めにもうつけていただいて、はい、それかもう奥の部屋に入っていただいてね。ということでお願いします。お塩直樹さん、はいさーいということでね、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。マチオ58かな、58かな、マチオ58かな、はいさーいということで、ありがとうございます。すごい沖縄感がめっちゃ出てきて、ありがとうございます。あきちゃんさん、こんばんは、今日は息子も旦那も起きとるから最初からイヤホン。あーいい判断。たまにあるさ、イヤホン刺さってなくて、はいはい、わかる、イヤホンから流れてると思ったら、あーある、ね、本体が流れて、あれ気をつけてください本当に。まあ今日はね、テスト、テストしましょう、テスト。セックススペシャルということなんですけど、はいはい、まだ旦那とか、旦那さんとかと息子さんも一緒に聞いてほしいぐらい。そうだよ、そういういやらしいやつではないですからね。いやらしいやつじゃないから今日は。中田猫さんもイヤホンつけてなんか周りに聞かれたらまずいみたいな感じかもしれないですけど、今日はもう真面目にセックスについて語っていきますので、よろしくお願いします。いやそうなんです、いやだから俺らがこのね、はい、今回このやった理由が、はいはい、最近ね授業中に、はい、だから授業で保険の授業でね、うん、この性について、うん、もう先生が教えないっていうか教えたらダメらしいね。そう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 、うん、授業でそういう性的なことを教えられない世の中になっているということで、もうだからみんな偏った性の知識を、そうなんすよ本当に、うん、コンドームの付け方すらもね、もう教えないらしいですね。教えないっていう、やばくないそれ、うん、普通に考えて。そう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 、いや俺たちも教わってないんじゃん直接的に。まあそうだね、だから俺らも教わってない世代なんですよ、うん、いやだからなんとなくの友達同士の噂みたいな、うん、そうそうそう、なんとなくなんかね、なんとなくでやってきたから、エロ本とかでもう自主学習して身につけた知識なのでね、だそういうのに疎い人というか興味ない人からしたらもう本当に性からね、うん、もう離れすぎてるから、そう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 、変な知識ついてしまってる人がいるということで、はい、もう今日はみんなにもう正しい性の知識、セックスの知識を教えていく、はい、もう NHK 的な1時間になります。そうなんですよ、まあプラス、はい、まあまあもちろんね、エッチが上手くなりたい男子、はい、エッチが上手くなりたい女子いると思うからね、うん、彼氏に、彼氏彼女にね、セックス上手って思われたいさ一応、はいはいはい、っていうことでね、今回ね、女の子でゲスト呼んで、女の子呼んでますよ、もうガチ男女もう揃ったんでね、元隣にいますよ、
ガチトークをね、うん、していきたいと思います。まあ、その前に一旦じゃあ何挟むんだっけ。はいはい、あ、ということでね。はい、じゃあちょっとリオさんこんばんは、はいはい、ということで、うん、あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お塩直樹さん、ありゃーす、ありゃーす、ありゃーす、だから。あー、はいはい、うん、ローチさんこんばんはということでね、こんばんは。ありがとうございます。シュプリムさん、明るい明るい SEX は地球を救う。あー明るい、まあ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 、いい名言出ましたね、初っ端から。結局だから子供生まれないからね、はいはい、セックスしないと。お塩直樹さん、あー、いや、言ったか。あ、リオさんからまた名言出ましたね、うん、今日は NHK かっこ日本変態協会からですね。あ、うまいな。そこれまた名言出ましたね。え、お前そういうボケじゃないでしょ。違うよ違うよ。すごい、リオちゃんすごい、ありがとうございます、うん、本当に。そうだ、リオさんこのアイコンが本物ということでね。はいはい、変わり方ですね。もう中地がもうずっと勃起してますね。勃起はしてないよ。勃起しながらラジオしないでしょ、はい、ということで、じゃあ、はいはい、はいはい、早速じゃあ一旦曲いっても大丈夫ですか。あ、はい、はいはいはい、ということで、まあでももう本当にこの FM ギノワンで僕たちラジオしてるんですけど、うん、先週で1周年記念。ああ、そう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 、うん、いや今日でだよ今日で。あ、今日で1周年で。今日で、いや1周年記念のだから一応は。ああ、素晴らしい、いいラジオだね。いいラジオ番組だね、本当に。ありがたいわ。だから今日さ、女の子をね来てくれてるけど、はいはい、俺たちのね高校の友達さ、まあはいはい、もう俺に関してはもう小中高なんだけど、普通やばくない、よく考えたら。いやだからこっちが素顔で出たかって、ね、逆に俺たちがマスクつけさせたさ、出る方、まあまあ呼んどいて言うのもあれだけど、一応出るのやばいと思うよ、うん、本当に。マジで。しかもツイッターで宣伝してたでしょ。ねえ、ツイッターで宣伝してるからね。あ、ね、そっか、出るよ、自分から出るよみたいな。うわあ。のよ、ここのラジオに出る女はマジヤバいやつって経験上。いやだから本当にキャバ嬢ビッチ、浮気した女、うわあ、やばいな。候補生、はい、ということで、それでは早速曲いきましょうか。はい、それでは DJ ユンボセレクション、ラッドウィンプスでスパークルを聴きください。今頃、今頃、じゃあこれ終わったら絶対やばいと思うけどな、この曲明けで。教科書で教えてくれないセックススペシャル。なるほど、はい、セックスの知識スペシャル、はい、これは俺こだわってるから。やばいな。あ、一周年おめでとうってシュプリムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。歴史に残る回がいっぱいあったの。いっぱいありましたね。波乱万丈が。あ、だから浮気スペシャルでやったね、浮気した女と浮気された男をね、この別れた密告ぐらいにね、このラジオに呼んだ時、うん、まだごたごたしてる関係のカップルを呼んで、呼んでね、結局俺たちは仲直りさせようとしたんだけど、うん、まあ、喧嘩したままラジオ終わって最悪の事態になって、まあでも結局その1ヶ月後ぐらいかな、寄り戻したんだよね、うん、けどまた最近別れてらしいですね、うん、あのその別れた理由が、うん、彼氏がクラブ行ったって、うん、いやお前そんな言えんだろ。いや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 、なんでや、お前、自分はな、浮気した女の方はね、このセックスするくせに、うん、男がクラブ行くだけで別れるねみたいな。いやー、分からんな、女子はやっぱ。まあだからその辺も含めてね、今日はもう男子と女子のこの意見の食い違いとかも含め、はいはい、全部もうこの場で発散していくっていう感じで。いやでもこのね、あの違う、このね、女の子呼んだ時のキャバ嬢とか、まあ、ビッチとかもだけど、はいはい、大体のね、あの、なんていうの、特徴が、はい、あの足をくぐって、がっつりほら足くぐるんだよ。わかる？で、人生、全員そうじゃん。人生でさ、ラジオ出る機会ってさ、正直そんなないさ。まあまあまあ、はい、死に堂々とするよね、みんな。堂々としてる、そう。みんな堂々としてる、なんか全然気持ち悪い。そっさ、あるかもよ。なんでキャバ嬢。やめてやめて。キャバ嬢とか。で、待って。うん、オッケーオッケー。素質あるよな。あるあるある。足組んで堂々としてるっていう、うん、確かにそうだもん、確かに全員堂々としてる。いや俺初ラジオめっちゃ緊張したけどな、もう確かにバックンバックンだったけどな、うん、もうここに来る女の子はみんなもう堂々としてる。だ今日来てる女の子もなんか、はい、どんな感じで喋ればいいのね、そのままでいいんだよね。すげえ、そのままでいいんだよね、いつも通りでいいんだよね、うん、すげえ感じで、やばいやつ、やる気満々。いやでも小中学校からやばいやつって普通に。めっちゃいじめっ子だったから。あーめっちゃいじめっ子だったから。俺は言うよ、めっちゃいじめっ子だったから。やばいやつだったから。やめてやめてやめて。男子もいじめるってこと？男子。全然。でだからもうあいやもう出た後言うかな。あでも言うけど、こいつが、うん、俺だから今言うけど、あの俺ら中3に
なんか最後バスケット大会があって、うわーだって分かるもん、話したっけ、何回も聞いた、バスケット大会があって、おー、はいはい、そうそう、で俺ぜ男女混合あっちゃう、男女別だったんだ、はいはい、で俺が男女優勝しようみたいな、アベック、おー、で女子に行ったのよ、はいはい、女子が、いやもう無理みたいな、はいはい、なんで無理よ、だから優勝って言ったら、いや葵が相手にいる時点で無理みたいな、もう、うわー、もう葵がドリブルついたら、もういいよ、名前出しちゃってますね、いいよ、みんなもう道作らんといて、へぇー、みんな道作らんといて、いいよ、いいよ、だから分かる、なんかよくなんか、なんていうの、海を切るってあるよ、人が海がバッサリ切れて道が出てくる、あんな状態だった、バスケで、シャンクスみたいな、あんな状態だった、はいはいはい、昔はね、昔はね、昔はね、ダムダムってゆっくり歩いて、道できてるみたいな、行ってもいいです、やばいやつだから、ありますね、はい、あ、ちょっと待ってください、神宮からです、ね、はい、はい、ということでですね、あ、ごめんなさい はい、デンジャラスのデンジャラスナイト、はい、ということでですね、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト、あ、じゃあ最後コメント、中田猫さんがジャイアン笑って、あ、ジャイコっすよ、ジャイコどっちかというと、あ、はい、あ、朝今日来てる人、前回電話した人ですか、そうです、そうですね、先週ちょっと電話したら思いのほか、やばい、顔のハードル上がってるかもしれない、やばい、あ、やばい、やばい、どうするどうする、え、どうする、顔ね、ハードル低めに、ちょっと低めにした、例えよ、もっと例えよ、アルマジロぐらいアルマジロと同じぐらいそうね、そうだったら美人かも、アルマジロの中では美人、美人っていう、うん、めっちゃ美人、はい、全然、それでは紹介していきましょう、アルマ紹介の情報、酒山葵でーす、どうぞ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 、すいません、ちょっとカメラの位置をちょっと変えましょう、ね、はい、じゃあね、ちょっとマイクにね、ちゃんと声入れて、やばいやつやし、画面越しでもやばいやつやし、ということでちょっと僕側に、はい、そうですね、ちょっと今カメラ中、もうちょいです、もうちょっとだけ、はい、ということで、 OK です、ありがとうございます、それでは自己紹介お願いします、はい、2人と高校から一緒の酒山葵です。あゆみ、あゆみ、太ったんじゃない、太ったんじゃない、no。 うん、太ったね、まず高校卒業して8キロぐらい太ったから、うわやばいな、やば、うん、やばい、結構やばい、太ったね、結構やばい、ということで、まあ今日はこの酒山葵さんに、はい、ちょっともう本当のセックス、待って待って、葵、そんな詳しくないんだけど、を語ってもらうというか、うん、まあ女性側の意見でいい、そうだよ、リアルに、だからね、もう下ネタの今日回じゃないから、本当に違います、はい、ね、しっかりとした性の回だからね、うん、性行為、うん、セックスじゃなくて今日は性行為っていう、性行為だから、何が違うんだ、まあまあ、ただ感じでもさ、これさ、このラジオ始まっていうのもあれだけど、はいはい、俺スーサー元カノっていうね、いいさ、こいつ、それ言うんだ、クソゲスやで、こいつ言うんだ、クソゲスやで、こいつ、まあまあまあ、こう中1の頃付き合ったらしい、もう言うけどさ、中1で、まあ、だいぶ前だからいいさ、中1よ、中1、そうだね、そうだね、あ、もうあれな、じゃあ7年前ってなんのか、あ、付き合って一回別れたんだよね、で、俺が別女の子と付き合って、はいはい、こいつがあたかもなんかさ、もう一回付き合いたいみたいな、違う、絶対違う、いや、そんな感じ、なんか、うん、なんか、怖い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 、青いは、じゃあ青いはずっと待ってるみたいな手紙送ったわよ、俺に、うわー、もうコートはもう別の女の子と、俺が戻ってくるのを待ってるみたいな、付き合ってるのにも関わらず、俺その頃ちょっとバカだったから、あ、なんかこんなに待ってくれてるんだと思って、またより戻したわよ、そしたら、20日後くらい降った、すぐ、うわー違う違う違う、だから後から聞いて噂によると、だからその女の子に負けたのが悔しい、違う違うみたいな、あ、もう別れさせようやっさみたいな、うん、ただうわって聞いたんだけど、これは腹黒い、そうなの、ぶっちゃけ腹黒い、あんま覚えてんけど、二股かけられてたって覚えてるやばい、俺も来た、お前がやばいやつ、俺に遊びが来た、二股かけしたわけじゃないわよ、かぶってたわよ、だからかぶってたらそれは二股やばかったになるよ、だ俺がこいつの次に付き合った女の子がいて、で、はいはい、こいつがだからより戻したなんて、そういうなんていうの、またでも青い選んださ、結局待ってる、そうだから待ってるみたいなこと言ったから、はいはいはい、俺がこっち、あ、こっちに、じゃあなんて、お前とまた付き合うわって言ったわよ、うん、けどこっちとはまた付き合ってたわよ、別れる前に、そう、うん、別れる前に言ってしまったわよ、はいはいはい、上戻そうって、で、2日ぐらい被ってた時期があって2日、で、俺を、こいつマジでヤバいやつだって思って、まあ、なんて、俺もヤバいやつだけど思ったのが、うん、その女の子いたさ、俺が付き合ってた、で、うん、この俺が付き合ってる女の子は、うん、俺が振るって知らんじゃん、うん、まあもちろんこいつは知ってるさ、うん、うん、もうそろそろ俺、私のところにコータは帰ってくるって、帰ってくるって分かるさ、うん、だってそういうやり取りしてるんだ、このだから俺が今付き合って女の子は分からんさ、うん、で、だこの女の子が、あ、女の子がなんか、あ、あ、じゃあ部活の、もうやめん部活のあれだ、下校の時に、うん、こいつがその女の子に、今日コータと一緒に帰るのー
って言おったの。うわー、覚えてる。うわー、お前言ったの。怖い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 。あなたで一緒に帰んの。マオイは知ってるさ。コウタが自分のところに帰ってくると知りながらも、もう一緒に帰んのみたいな。うわー、覚えてる。俺これ結構怖かったんだけど。お願い、覚えてない。あの頃あれっすよ、ちょっとな。あれっすよね。あの頃あれっすよ。いろんな意味であれっすもんね。セックスの話しよう。それはそれでおかしいぞ。もういいから。はいはい、ということでね。君たちのあの頃のわだかまりもなくなったということで。じゃあ気持ちよくなったところで。はい、ということでね、セックスの話していきたいと思います。それではね、はい、何から話します？何からもう話したいことがね、いっぱいありすぎるんだけど。ね、逆になんか、まあ、皆さんもね、ちょっとまあどちらにも僕たちにでもこの葵ちゃんにもいいので、そうそう、はい、聞きたいこととか、うん、まあなんか疑問とかあれば全然コメントしてください。ね、いやまずじゃあまあ俺いろいろあるんだけど。はいはいはい。じゃあ中近行く？もうこれ俺じゃあ俺から聞いていい、うん、これ素朴な疑問なんだけど、結構セックス以前に、うん、はいはい、童貞って何歳まで OK？ あーこれめっちゃ気になる。俺も、うん、これメモしてます。まあ、俺たちは違うけど、うん、なんていうの、童貞の男いるさ、うんうんうん、女の子ってぶっちゃけ処女がいいさ。女はね、そうだね、可愛い。男からしたら処、うん、女でいてほしいさ、うんうん、はいはい、男子ってまあ15歳で童貞とかも全然可愛いさ、16まで、うん、分からんけどね、うん、何歳からこうコロってなる瞬間、なんか なんていうの、気持ち悪いってなる瞬間、童貞が、うん、可愛いから気持ち悪いにこのなるのは何歳が、ね、女性から見たらどうなんそう。高校卒業してたらじゃない、なんていうの、結構早くない？結構早くない？はぁ、分からない。これ聞いてる人結構結構いるよ、ね、焦ってるよ。じゃあ高校卒業した後に してもまだ童貞の人はもうちょっと気持ち悪いってこと？そうだね。高校の卒業証書を受け取っても童貞だったらもう気持ち悪いんだじゃん。ちょっとね。怖っ。いや、いっぱいいるけどね。いっぱいいるよ、ほとんどでしょ、逆に。あ、過半数童貞じゃない。いっぱいいるよ。マジで？じゃあお前的に、じゃあ女の子の理想の初体験は何歳ぐらいがいいと思う？リアルに。なんていうの、いろんなこと考えて、ね、卒業は社会的にも考えて、うん、どうと思う？葵が、うん、いやお前がっていうか何歳ぐらい、お前の考えで、うん、何歳ぐらいに捨てた方がいいと思う、少女？いや女子も高校とかでいいんじゃないかな、うん、あ、高校ぐらいから最低でも、最低高校？あ、最低でも二十歳かな。あ、まあそうだね、二十歳も早い、早い方だと思う。早くない、早くない。でも内地はね、平均14歳とか言うさ、13歳。あ、なんらしいっすね。いやいや、早くないよ。じゃあお前の初体験の話聞かせて。じゃあ葵の初体験、葵の初体験の話。何歳？ちゃんとね、リアルに。じゃあ何歳の頃？今19歳、うん、16? 17ぐらいかな。ちゃんとちゃんと。初体験はあの人じゃない？あの人だ。あ、ちゃんと最後までってこと、うん、そう。あーは、あの人だね。あー、どんな感じ？元彼ね。元彼と、イケメンの元彼がね。はいはいはい、虚婚で、虚婚でイケメンの、虚婚で有名な、うん、どんな感じだったの？どういう流れね。あ、でもデートして早かったよね。早かったね。そうだ、俺もこの元彼から聞いたんだけど、うん、で、めっちゃ隠してた、このエッチをしたことに関して。あ、同級生。なんでなんでなんで？いや、だからこの葵の元彼と俺がね、うん、めっちゃ仲いいんで、ね、まあ、そういう話をするんですけど、うん、エッチしたのとか聞いても、あ、全然してないみたいな、これ強がるとか、うん、あの隠すようなやつじゃないけど、うん、もうめっちゃ隠してた。お前がなんだかんだ、だから隠してたってこと？葵も隠してたね。なんでなんでなんで？2人でじゃあ隠そうっていうことになったの？言わないとこうみたいな。いや、なんか早くないみたいな。あー、イメージ悪くならないみたいな。付き合った後にね。はいはい。え、付き合ってリアル6ヶ月とかじゃなかった？え、付き合って6ヶ月じゃ普通だろ。そんぐらいはまだいいだろ。でも高1でよ。あー、そっか。もっと早い？3ヶ月。まあ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 。あー、まあそっか。16歳だったらまあ、今だったらあれだけど。うん。どんな感じだったの？どこでやったの？初体験。あ、気になる。地下の家だったような気がする。青いの家かな、お前の家。帰り道ね、家近い。帰り道、覚えてないのこれ。学校の帰り道、うん、近いさ。で、お家行って、そうそう、で、チューしてかな。チューした、チューして、ディープキスして、どっちから、何が、どっちから。あ、待って、どういった、はい、ディープキスする。いや、その次は覚えてるでしょ、もちろん。違う、
初エッチってだいぶね、うん、人生においてターニングポイントというか、うん、思い出に残るものさ、だって好きな人とでしょ、そうだね、そうだね、覚えてるでしょ、ちゃんとすべて言いなさい流れを、うん、どうなんだから、はい、おっぱいおっぱい何手で触ってきた彼氏は、それはいいわそんなにはいいわ上下じゃん、あ、まあまあまあ、まあ、もう、あ、上からか、そうだね、教科書通りのやつか、そう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 、はいはいはい、で、初めて入れるときって緊張するんじゃない、お前はどう、俺はもう行った、もう入れていいって、あ、もう俺もだから行った、もう宣言しました、ね、俺宣言派、先生でした、お前はもうお前はっていうか、あっちはどうだったの、あ、普通に入れるよって言って、あー、やっぱ行ったんだ、うん、で、コンドームつけて、つけて、はい、あ、怪しい、怪しいつけた、つけた、あ、つけて、つけて、うん、普通に入れたよね、バーン、最初入ったすぐ、いや、入らんかった、でもな、痛かった、これ痛かった、あー、やっぱ最初痛いんだ、痛かった、じゃあ、あいつでかいさ、いやいやいや、しかもあいつでかいさ、まあ、でかい小さい関係なく、最初はね、そういうらしいよね、だから、結構意外とびっくりするのが、あの処女の女の子、うん、血出るって思ってる童貞多いと思う、ああこれ高校生、そうだ、うん、これはちゃんとね、そう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 、だから意外といい番組、初体験した時に、うん、あれ血出ない、え、自分もしかして処女じゃないのかなとか、うん、思う男子いると思うけど、うん、意外と血出ないよな、あ、処女の女の子、これ血は出ない方が多いんじゃん、出さない方がいいんだよ、だから逆に、あー聞いたそれ、うん、聞いたことある、処女巻くみたいなね、そうそうそう、よく言うじゃないですか、うん、膜ってないから、そういうガードしてる膜みたいなのないから、はい、はい、ただまだエッチしたことないから、このマンコの穴がちょっともう硬すぎて、それにもう無理やり入れちゃうから、そこでもう血が出ちゃうっていうらしいね、うん、だからもう濡れてないんじゃん、うん、だから もっとちゃんとゆっくりゆっくりゆっくり攻めてったら、もうちゃんと血も出ないで入るらしいよ、まあ、なんかよく言うの、だからジョバスとか分からんけど、ジョバレとか、あ、そういう人たちは血入れないっていう、そうかつで、柔らかいからね、柔らかいから、はいはい、あ、うん、そっか、そう柔らかいからなんだ、最初はもうカッチンコッチンだから、うん、これ最初びっくりした、お前何が、俺この、なんていうの、これ分からん時、俺だから、あー、だから俺びっくりした、血出ないから俺、うわーと思ってびっくりした、俺だから逆に下手くそなのかなって思った、血出るもんだと思ってた、そうそうそう、だから意外とね、男子の皆さんは初体験の女の子が、うん、処女って言ってたのに、うん、血出なかったりしても、それは別にね、うん、エッチしたことあるとかではないんでね、逆にいいことですから、うん、それは勘違いあるよね、勘違い、男子が勘違いだから、俺も最近まで勘違いしたのが、あの手満、なんて、早ければ早いほどいいと思ってたけど、そうじゃないんでしょ、これも思ってる人多いと思う、うん、だから AV で、うん、AV 男優がめっちゃそこんなやるやん、そうそうそう、で女の子もみたいな、穴掘ってるぐらいの勢いで、そうそうそう、だからあれで男子勘違いでめっちゃいるけど、実は痛いんでしょ、それ、うん、え、痛い時あるよね、あ、それが気持ちいい時もある、うん、あ、それはある、それは、うんうんうん、痛い時もある、痛い時もある、日によるんだ、日によるね、え、やり方じゃないかな、うん、まあ、流れとかもあるんじゃない、そうかな、流れとか、だ最初ゆっくりでそのまま速くなるのはいいかもしれないけど、もう序盤からもなんか、あ、そうだね、それはあるね、序盤からマックスは、うん、スピードは速かった、で俺的に火にも読んだかなと思うんだけど、あ、火によるなって思うけど、はい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 、ど火、俺同じ力加減でやってても、うん、痛いっていう人、痛くないっていう人がある気がするんだけど、あ、そうなんだ、どうなんだろう、はいはいはい、これはどう、いや、青い、もしかしたらあるかもね、火にはよらないような気がするけど、あ、別にそれはないんだ、まあ人それぞれなのかな、あー、多分ね、体質なんだ、あ、逆にある、なんか、なんていうの、男子勘違いしてる、これはみたいな、ある、お前男子感、ああ、だからもう最近俺なんか AV 女優の人が YouTuber やってて、うん、ああなんかね言ってたね、暴露ね、はいはい、で俺もうめっちゃそれ見まくってて、俺もそれ素晴らしかった、研究してるんだけど、うん、だから一番の名言はあの、うん、AV みたいなセックスは絶対やらない方がいい、あ、確かに言ってた、これどうっていう、女子的にも、そうだね、そうだね、うん、もう見せるものだから、まあね、だから手こき早いとか確かに含めてね、そう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 、はいはい、あ、手こきはいいか、手こきはいいけど手間だな、手間早いとかか、うん、でなんか一番参考にした方がいいのはなんかAV 女優のデビューものの、だからね、いつさいつさをなんか参考にしたらいいらしい、うん、だからデビューものの AV はそんなになんていうのかな、深いことしないさ、うん、早いとか、ノーマルなことするから、うん、それが一番勉強になるんですよ、うん、あと女の子目線の AV とか、
あのさ、女の子用の映画あるな、それもなんか参考になるらしい。ええー、うん、あれが、まあ、みんなね、もうね、勘違いやろうは絶対手間早くしたい、本当にすると思う。ああ、いや、本当にいると思う。やめた方がいいんだよね、絶対するな。まあ、しない方がいいですね。女性用のアダルトビデオとか見たことある？青いは。青いね、友達と見たんだよね、こう。ああ、まあ、ノリでかじゃん。ノリで。ノリで。ああ、じゃあ一人で。見たくなって見たってことはないないない。あ、絶対そう。ないって。ありそうだけどな、正直。いや、本当にない。マジで、うん、俺、じゃ質問していい？おっぱいさ、揉むさ、 あ、乳首はもちろん気持ちいいさ、乳首気持ちいい、おっぱい揉むのも気持ちいいの？いや、青い全然。あ、俺なんかやっぱおっぱい揉むって、うん、俺気持ちよくないと思う。そうだよ、ただ揺らしてるだけでしょ。でもな、うん、でしょ、うん、乳首はそういう部位やん、気持ちいい部位、はいはい、まあ男でいうチンコ、はいはい、はいはいはい。なんていうのかな、所詮だからこの辺をさ、こんなしてると同じ思う。あー、しかも凝ってる時もあるさ。あ、痛い時もあるわけ。おっぱい凝ってるって、凝ってるっていうか、硬くなってるみたいな。あー、へー、痛い時。いや、だからそれこそ、だから AV はおっぱいを多分もうなんか引きちぎるぐらいの勢いで揉むさ。いや、だから見せる、な、見せるためじゃん、乳首クリクリしてるだけだったら見えんし、おっぱいの良さを画面に見せるためにこう揉んでしてるんだ。あー、なるほどね。興奮するさ、一応、はいはいはい、おっぱい揉むって見てて、あ、ね、おっぱい揉むのは本当のセックスではおっぱい揉むの不必要、お前的に 不必要。あー、でもな、そうなんだ、うん、これも勉強になりますね、本当に。確かに、でもあった方がなんか雰囲気良くない？雰囲気、ハグぐらいの勢いでってこと？うん、そうそうそう、だからチューとかちょっとあった方がいいってこと？スキンシップっていう意味で。そうだね、まあ一応あ気持ちよくはないけど、まあ雰囲気的には別にあってもいいってこと、うん、うん。他に意外とこれ気持ちよくないみたいなのある？男子からされるやつ。乳首はどんぐらいの強さがいいの？まあ人それそれ。なんかさ、つねる人とかもいるさ。つねる、結構つ痛いよね。あ、つねるのは嫌なんだ。うん、嫌だね。どんぐらいも本当に、だから女の子たまにあの乳首じらしはやっぱ嬉しい。正直、乳首じらし。いや、あの技だろそれ。いや、俺乳首じらしがめっちゃ好きで。いや、個人的に好きなんだよ。あー、するのがなかなか触らないっていう。一応俺もめっちゃやるそれ。それ超やる。どうこれ、乳首正直なかなか触らない。そうそうそう。いや、なんていうのかな、触らない、ね、周りからとか、乳首の周りを触る。分かるよ、俺好きだよそれ。だから俺もめっちゃ、だから俺めっちゃやる、うん、俺なんか逆に多分されたらいいのかなって思って、なんかチンコを、そうそうそう、女の子がこうちょっと周り金玉とか触って、うん、引いて、うん、あれ触らない、触ってほしいなってこれで思って、でずっとやってて5分後くらいにようやくチンって触った、アホーってこれ俺そうそう、これ俺あるのかなと思ってどうやっぱりあ、ね、急にさ、女子もある、ね、急に乳首触るよポチより、うんうん、徐々に周り触って、そうだね、ようやくチョンってやったら、うん、アハってならん、なるなるなる、ね、あ、やっぱそっか、俺これこれは良かった、これじゃあ皆さん勉強してください、じらしっすよ、まあ、楽しいよね、男としても。楽しい楽しい、それは俺もだからもう、うん、あのずっとおっぱい触って心の中でなんか、うん、第1コーナー回りましたみたいな、うん、でレース全然触らないんかい、いやさ、俺もそれやってる自分で突っ込んでる、触らないんかいこれわかるじらしか、女の子もじらしたりする、ね、どう、お前じらしたりする、するんじゃない、男に、そう、あー、チンコやっぱ、あ、するんだやっぱ、あ、これは金玉気持ちいいよな、男女ともにじらしプレイはやっぱやったほうがいいね、いいねいいね、まあ、お互いやってやった、いいですね、そっかそっか、乳首、中田猫さんから、うん、乳首嫌な子も結構いるみたいな、あ、いるの、そうなんだ、そっか、シュプリームさんが痛かったりするのかな、甘神、あ、甘神やろ、ね、これはどうなの、この唇で、うん、ハムなのか歯でカブなのか、あ、どっちがいい、ハム歯だな、あ、ハム歯なんだ、人によるんだ人によると思う、甘神はいいんじゃない、どこやってもいいんじゃない、例えば耳、耳甘神とか、あ、乳首甘神とか、耳はどう、耳舐められるとか、耳嫌いなんだよ、あ、嫌いなんだ、それが良かったりもするさ、でもそれあんまり、いるよね、まあ、人によると思うけど、あ、人によるか、人によると思う、そっか、じゃあとりあえずおっぱい編で言うと、うん、まあ、乳首はじゃあじらした方がいいと、ね、触るとき、ね、で、触で、まあ、ハムっとする、あ、ね、まあ、なんていうの、甘噛みするとしたらハムってして、ハムが、で、まあ、やってはいけないのか、やってはいけないっていうか、そんなに揉むっていうのは、うん、そんなには必要ないっていう、変わらないみたいな、じゃあ俺からいいですか、はいはい、これもう本当に、うん、
まあ、俺の純粋な、はいはい、なんか質問いろいろ用意してきたんだけど、はいはいはい、女の人で、うん、なんかあ今日エッチしたいなって思う日ってあるの、うん、だからまあ要するにムラムラする日、男子情報に、ね、よると、まあ、生理前とかはよくムラムラするって聞くけど、うん、これは本当なの、うん、するするする、生理前お酒飲んだら余計する。それはお前がもう、やっぱそっか、違う違う、ダメなだけだよ、みんなだよ、みんな、いや、みんな、みんなじゃない、お酒飲んだらまあ男子もじゃない、一応は男子はもう、コーラ飲んでもムラムラする。いや口カピカピでもムラムラするよ、ムラムラするし何も飲まんくても、うん、いや、まあ、男はもうずっとムラムラしてるから、うん、女の人でもやっぱそういう日はあるんだ、あるよ、あるよ、これはお前だけじゃなくてみんな、絶対みんなだよ、まあまあそれは人間のじゃない、これは人間の本能じゃない多分、あ、うん、そうなんだ、もうテンション上がったら、そうだね、お酒とか、お酒とあとは、なんですか、生理前、生理前は何日ぐらい、1週間前とかはもう、あ、そんなに、うん、生理は1週間ずっとムラムラしてんの、ずっとずっとではないけど、まあ、まあ、強くなるってこと、その時ぐらいからは、絶対青いオナニーしてるさ、じゃあしてないって分かった、いやだからお前がオナニーしてないって言ってるけど、絶対俺してる、生々しいわそんな、してるの、してると思うんだよな、なるほどね、じゃあお酒飲んだ時と、うん、まあ生理前、生理前か、あーよかったこれは、うん、そうなんだ、うん、実際、青いの周りの処女率っていうか、どれぐらいの割合なの？今、19、20で、今19、20で、まあ、俺ら20、僕たち世代、同世代、青いの周りは？周りで、うわぁ、結構やってるね、そうか、え、逆に処女聞いたことないな、マジで？周り、まあ、20歳まで行くとそうか、あれ、青い、あ、まあでもまあな、まあ、ね、お前の周りっていうのはあるかもしれんけど、男子もでも多いよ、でもさ、もうこの19、18、19ぐらいになったら、うん、もうなんか女の子とエッチするとき相手処女だったら嫌じゃん、いや、いい、全然、嘘、なんか怖いんじゃない、うん、怖い、めっちゃ怖 い、 怖い、責任感がもう、そうそうそう、怖い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 な、うん、怖いよ、確かにそれ嫌だな、超怖い、確かに確かに、まあ、付き合うなら処女がいいけど、うん、確かにそういうセックスぐらいだったら嫌だな、お前も童貞嫌なの、女の子からして童貞嫌だね、あーもう嫌だね、嫌だねこれどうなんだろう、童貞が童貞を隠蔽してお前とセックスしたとして、うん、分かると思う、分かるでしょ、やっぱ分かる、いやーどうなんだろう、隠せるのかな、違う、なんか友達とかいたわけよ、うん、童貞って、はいはい、みたいな、うん、どこに入れればいいとか、あー聞いてくるみたいな、これどっちがいい、やっぱなんて言うんだろう、こっそり上手じらしてエッツのと童貞が言わない方と、もう童貞ってば俺って言う方、どっち、まだ童貞ってばって言う方だけど、ね、言う方がいい、痛いよねやっぱ確かにな、うん、童貞隠したら、うん、痛い痛い、やり方とかも、青いが引っ張っていくんだよこの童貞を、エッチの中で、それがいいって人見るんじゃない、可愛い、童貞可愛いっていう女の人もいるさ、マジ、うん、それはもうちょい年いったらじゃない、もうちょいか、もうちょいか、この世代はまだ今やっぱ引っ張っていってほしい、グイグイ、そうだね男に、うん、そっか、まあ、やっぱそうですよ、ね、うん、俺これ俺の持論なんだけど、はいはい、まあ、俺なんていうのかな、俺自体それが好きなんだけど、うん、ちょっとあったりする女の子、めっちゃ丁寧で、俺自体それ好きで、あえて雑くする、いや、なんていうのかな、意地悪するってこと、ちょっと例えばちょっとグイって自分の方に寄せてくるとか、あーちょっと乱暴というか、うんうん、仰向けにさせる、はいはいはい、うつ伏せから仰向けにさせる時も、お前ちょっといいとかじゃなくて、うん、もうバタンみたいな、なるほどね、俺勝手にそれが好きだけど、これどうなの、女の子は丁寧にされたい、人によるかな、丁寧にされたいな、あ、お前丁寧にされたいな、うん、雑にされたら殺したくなるよね、いやー、マジで、うん、いや、雑にしてるっていうのとはちょっと違うんだよね、まあ、違うけど、まあまあまあ、まあちょっとなんていうの、アメリカの AV みたいないや、まあは激しいではないけどそうそう、ちょっと激しい、そういう愛ってあるさ、だから、うん、うん、どけやとかそういう系じゃなくて、うん、もうバタンはっみたいな、うん、そういうそ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 う、なんでバタンわからんけどこれは、まあ、人によるか、お前は丁寧にされたいってこと、でも大事に扱ってほしいよね、うん、ああなるほどね、うん、アメリカのエッチもいいけどね激しい感じ俺は好きなんだけど、痛いとか毎回聞かれた方がいい、それともそれはだるい、それはいいよ、それはいいんだ、うん、痛くないよ、気持ちいいとかは、気持ちいいもん、もうそこまで聞かんでいいかな、あそこまでいいんだ、男子聞いたな、あそうだから、うん、女子って分からんさ、そうそうそう、男子は勃起してたり、うん、まあなんならもう行っちゃったり、うん、メッセージ出ちゃったりするけど、女子って、うん、分からないからね、だからこの前びっくりしたのがね、あの行ったって嘘つく場合もあるってさ、うん、気使って、うんうん、これも男子は分からんから、分からんから、うん、もう鳥肌っていうかもう恐ろしい、うん、行ったふり、いけないとかね、
行ったふりめっちゃ怖い。え、じゃあさ、女子ってクリトリスとか乳首で、あれも演じようと思えば演じきれる、演じきれるんじゃない。うわーやばい、これをどうしようもないじゃん。やばいよこれ。もうじゃあ分からんさ、俺ら男は。じゃあお前ぶっちゃけビクっていうの演じたことある？ある。それはなんで？あ、もうなんかもう気使ってるってこと？そうだね、言ってほしいだろうなって思って。つらまじか、一回演技したってこと？そうだね、ビクビクってして、あ、行ったみたいな。うん、行ったって聞くの、うんみたいな。うわー、で、行ってないってこと？はい。これさ、絶対見破れないよね。男、絶対見破れないと思う。無理こわー。なっちゃんとかもめっちゃしてたよ。今の友達ね。おう、なっちゃんも。こわー。男子どう？振りとかする？まあ、わかるもんな。いや、でも俺もするかも、うん、ちょっとは。どういう意味？あ、気持ちいい振りみたいな、うん、してるような雰囲気で、ね、あ、まあそっか、まあ、気使うではなくても雰囲気か、うん、盛り上がるためみたいな、うん、そうだね、のあんのかな。幸せになるためのあれだ。言った振り分からんな。幸せになる、マジで。これ見破る方法とかある？ぶっちゃけお前的に、どう、分からない。見破りたいんだけど。あ、見破りたいな、うん、方法とかあんのかな。で、これ見破ったところでさ、もしまあそっか、エッチしてて、うわこいつ今嘘で言ってるわってなったら怖いね怖いから、これは逆に知らない方がいい気もするけど。まあまあまあ、そうかそうか。怖っ。逆に男子に質問とかある？なんかこれ気持ちいいとか。あ、違う、なんか嬉しいのは、うん、いや、あの、青いが好きなのは、はいはい、男子が言った後が好き。あー、かわいいってこと？うん、あー、それ言うわ。確かにな、手こきで気持ちがってる男子いいだろ。あ、いいね、だろ、これよく言う。そうなの？かわいいんだろ、かわいいんだろ。言った後とかも全然かわいい。かわいいんだろ、うん、ちっちゃくなっていってくチンコも可愛いだろ。だろ、あ、やっぱそうだ。やっぱ女子そうなのかな。え、これお前だけじゃなくてみんな、お前が分かるぜ。女子が触って大きくなっていくの可愛いだろ。あー、可愛い。初知りなんだけど。あ、そうなんだ、やっぱ可愛 い、うん、かわ い、 かわ い、 いか、母性本能が出るんだ、生かしちゃったみたいな。う、ね、あ、うん、チンコ可愛いよね、一応は。ぶっちゃけね。でもなんか気持ち悪いって人もいる。しなーってしてるとき可愛いんじゃない？ああ、しなーね。しなーってしてるとき。ぶっといときはじゃあ、もうギンギンのときはかっこいいとか思う。かっこいいはない。すげー。かっこいいはないか。かわいいっていう感情湧くんだ。初めて知ったな、それ。俺さ、だからこのね、なんていうの、元 AV 女優の YouTuber が、ね、はいはい、3日ぐらい前出してたさ、セックスの本音みたいな。はいはいはい、そうそう、行くってあるさ、女の子、うん、あ、男、ぶっちゃけセックス上手下手とかより、うん、なんて、愛のね、愛の問題って言ってたんだけど、あああああ、気持ちの問題、行くっていうのは。だからなんて、男はセックス上手に、ね、なりたいってするけど、うん、なんて言うんだろう、セックス上手だけど愛がない人と、うん、セックス下手だけど愛がある人とセックスした時に、うんうん、セックス下手だけど愛がある人の方が行くって言ってたんだけど、はい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 、わかる？あれ、お前自身がよ、愛し合ってる人とやった方が行くって聞いたんだけど。そう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 、あ、そうだね、愛し合ってたら、だから相手が下手くそでも、うん、もう行ってしまう。そうそうそう、だから男は目で見るさ、はいはい、男はだからね、なんていうの、電気つけてセックスしたがるさ、うんうん、あの、目で見たいから、おっぱい、マンコ。女は電気消した方がいいっていう理由は、だからなんか、わかる、うん、愛でセックスしてるからみたいな、うんうん、言ってたんだけど、これどう？青い、電気消す、あ、そうなんだ、消したがる、相手、相手つけたがる、やっぱで、うん、あ、違う、なんか見られたくない、あー、そっちか、まあ、そっちもあるんでしょうね、うん、だから、うん、両方、うん、見られたくないっていうのと、もう愛で行く瞬間はどうなの？なんていうの、愛されてるって結構ね、いい感じになるのか、気持ちいいでなるのか。愛されてるで、どうこれ。気持ちいいでじゃん。全部覆された。気持ちいいでじゃん。気持ちいい。マジで。そうそうそう、セックス上手い男子って何なの？概念が分かんない、ね、どういう、ね、セックス上手いって、やっぱなんか違うよ、テクニックが違うんだ、うん、テクなのかな、じらしを入れてきたりみたいな、そういう言葉づで攻めてきたりみたいな、あーとか、もうポイントが分かってるんじゃない、女の子の、なんていうの、女が気持ち上がるポイントとか、うん、へー、まあだから人それぞれ気持ちいいポイントって違うさ、うん、あ、そうだね、だからテクニックのある人はその見定め方がもうずば抜けてるんだ、多分普通の、うん、正常位でも全然違うの。どういうこと、どういうこと、多分、うん、
動かし方が、そうそう、入れてる場所とか、はいはい、マジで、うん、全然違うよね、人によって、人によって、これ何、教えて教えて、何何何、何が違うんだろう。まあだから人それぞれ気持ちいいところは違うけど、だから男の人によっては、うん、だからちゃんとそれをもうズッコンバッコンズッコンバッコン適当にやってるんじゃなくて、どこが気持ちいいかを探りながらエッチしてるってことでしょ。そうそう、見ながらみたいな、反応を見ながら、あ、ここなんかいい感じだなみたいな。すごいな、そんなんいるのかな。そんなんね、正直どう、女の子上手だなって思う時とかある。ああ、お前どうなの、自分のセックススキルあると思う。いや、青いはもうちょっとすいません、ない、はい、何でもに、あの、もう相手が頑張ってもらわないと。いやいやいや、委ねるってこと、身を委ねるってこと、相手に。そうですね、女の子あるでしょう、テクニック。やっぱグイ、なんか積極性があればよくない。うん、そうだね、女の子って。うん、だからわざわざさ、なんていうの、手こぎでどんなしてやんのみたいな、それは、ね、女の子嫌さ、それはね、なんか、うん、フェラどんなって言って、うん、なんていうのかな、ちょっと可愛いじらする、うん、なんかね、チンコどんなみたいな、いやじゃん、そういうの、うん、もうグイグイで、もうグイグイ、うわーみたいな、うわーみたいなのが良くない。いや、そうじゃん、女の子、ちょっとなんかね、そうだね、上手さより積極性があればいい気がする。女を取り合う、エロくしてっていうよりかも積極性、うん、あ、自分から服脱がしに行ったりとか。あ、そうでもない。お前がド M なだけじゃん、お前が M なだけじゃん。あれ、あっちがってこと、お前の服を脱がすってこと、あっちが、うん、そこまではいいけどな、別に。うそー、脱がしてほしいな。ブラジャーを外せない男はどう。あー、ダサい。俺自信ある、めっちゃ自信ある。あ、自信ある。俺日によるな、俺もう分からん時もある。0.5秒ぐらいの、ひって、うん、嘘つき。いや、ほんとにマジで、やっていい一回、うん、あ、ちょっと待って、今日あれじゃない。あ、スポブラ。スポブラでもない。あ、ノーブロ？切れパターン、ノーブラに近いみたいな。ノーブロってくんなよ。これどうなの、これなんていうのかな、まあ、脱がせ方は丁寧にがいいのか、自分で脱ぎたいのか、グワシャーって脱がされたいのか。流れじゃん。流れだね。ね、バンザーイみたいな。あー、はいはい、流れか。流れだよね。雑くとかは嫌なんだ、丁寧に。丁寧に、まあ、人によるか、そこも別に。流れが良くない、流れがいいよ、ね、急に始まって。そうだね、その流れで脱がすっていうのが一番いい流れかも。ご質問考えてきたんだけど、これもまた普通に男側からの意見なんだけど、はいはいはい、チンゲコユかったら嫌。ああ、これ確かに。どうだろう、毛が濃い男とセックスの時、逆にワイルドで燃えるのか、うん、逆に気持ち悪いってなる。チンゲコユかったら、青いはもうどうでもいい、ない方がいい。あ、ない方がいい、パイパンってこと。あ、燃えるんじゃん。は、あー、そうなんだ。男は、うん、男がパイパン。結構気持ち悪いよ。あ、マジ？ね、うん、リョウトが、デコボコのリョウトが最近パイパンにしたけど、うん、気持ち悪いよ、結構。エイリアン、エイリアンで、モッサモッサよりはいいんじゃない。あ、まあまあ、そう、どうなんだろう。だから、これも人による。これはみんなパイパンが好きなわけじゃない。あ、そうだね、こいつだけじゃない。女は絶対パイパンがいいさ、ぶっちゃけ。あ、男からしたらね、うん、うん、あ、マジでパイパンがいい。は、断然パイパン、普通にな。まあ、せめ、しょ、うん、剃ってる、剃ってるっていうか、処理はほとんどしてるだろ、処理してる。うんうん、てか、まあ一応だ、脱毛 V 字、はいはい、V 字とか V とか、うん、VIO ね、 O とか。で、パイパンにしたいって思わないの。思わないね。鬱陶しいとか、もうあれ、あれって、かゆいって、生え際。あ、あ、そっか、パイパンにした、うん、じゃあ完全にするしかないんだね。そうだね、永久脱毛みたいな形で。でも男友達でも見えないぐらいまで生えてる人がいいって人もいて。女、男、女が、女のあれが、女の子が、女の、あ、男の子が、うん、女の子のマンコが見えないぐらい毛生えてる。え、男はどうなの、男のチンコが見えないぐらい毛生えてる。それはいいね。もう探り寄せて、あった、フェラしようみたいな、うん、かぶりつけみたいな。それはない、それはない。発見した、お宝感ない。だから、ぶってあるな、あるな、発掘感ない。ぶっちゃけ男は毛からニョキって出てるからいいけど、うん、女って毛の中にあるから、マンコが、そうだね、結構ね、クンニとかの時鬱陶しかったり、うん、一応は。あー、そうだね、鼻に毛が、あー、めっちゃわかるそれ、入って、かゆいみたいな、うん、あ、そうなんだ、めっちゃわかるそれ。パイパンだったら多分そんなことも一応ないのかなと思うけど、まあ、正直男性からの意見ではパイパンの方がいいかもしれない、うん、圧倒的に多いと思う、圧倒的だと思う、うん、これは。まあ女性は別にそんなに
毛はどうでもいいか別に、まあそうだ、ある程度、ある程度普通であれば、うん、他にある男子になんか質問みたいな、女子からな男子に疑問みたいな、まあ性の面で、ある。行った後、また行けるさ、うん、一応頑張れば。ああはいはい。いやでもな厳しいやんね。いや結構開ければいいよ、人によるけど、うん、俺とか15分ぐらい開ければまたいいけど。あ、そうなんだ。すぐは。そうそう、第2ラウンド。すぐはね。2回戦からは。日によるとは思うけどな。2回戦からはもうなんていうの、気持ちいいでエッチはしてない。あ、もう仕事みたいな感じだな。仕事だよ本当に。うん、あ、そうなんだ。もう作業。辛い。肉体労働。あ、男子というのはあんのかな、きつい、きつい、いるか、周りも結構みんな言うけど、うん、人にもよるけど、全然もう3ラウンド目でも全然いけるぜってやつもいるけど、大体はもう2ラウンド目からはもう本当になんかボランティアみたいな感じ。いやだから結構男で多いのが、女の子とセックスしてみて、いや俺オナニーの方がいいわって人もいっぱいいる。あ、いっぱいいるよ、いっぱいいる。これはオナニーの方がいいって人もめっちゃいっぱいいる、うん、いっぱいいる。だから結局男子は気使うっていうか、うん、女の子は正直もうね、ね、あれさ、身を委ねるけど、うん、男子はね、相手をこう、もういい気持ちにさせようって、うん、気づかれしちゃうから、う、精神的に疲れちゃうから、もう結局自分だったら自分のチンコを自分の力加減でパパパってして、うん、行ったらもう気持ちいいから、そうそうそう、それでがいいって人も多い、うん、もうあれだもん、男はチンコだけだもん、だって、うん、終わったら冷静だもんね、なんか、あこれだから最近ツイッターで話題なのが、うん、セックスした後に、うん、行った後にこうなんていうの、抱きしめたりして好きとか言ってくれる人は本当の愛だけど、行った後に、うん、結構ねぽいって感じになる男は、タバコとか普通にもう、そう、どっかで吸ってたり、そうそう、冷たくなる男は、うん、愛がないって言うけど、そうだ、本当だと思うこれ、これ本当じゃん、どう、いやもう本当にもうごもっともです、ごもっともだよな、うん、これな、ごもっともだと思う、そうなんだ、うん、男ってもお前どう、今まで何人、5人ぐらいとセックスしたんだっけ、やっぱそういう男もいる、いたね、やったんだっぽいもん、いたね、タバコ吸ってたね、あーもう興味なさそうだった、ビール飲みながら行った後、うん、あーもう完璧だねそれは。え、今の彼氏はどうなの、正直。いやもうちゃんともう抱きしめて一緒に眠ってますね、睡眠、あ、ちゃんと、それはじゃあ、それはじゃあいいかな、いい、いい関係ですよ。シュプリームさんからコメント来てますね、はいはい、夫婦のセックスは1ラウンド目からボランティア、あー夫婦まで行ったらそうなのかな、だから結婚して、うん、葵は結婚もしね、はいはいはい、いつかして、うん、いつまでエッチしてると思う、何歳までってこと、うん、まあ今は分からない、ずっとしていたい、あ、毎日していたい、あーそうなんだ、回はしていたい、これも聞きたかったんだけど、同棲とか彼氏とかして、うん、はいはい、週何でエッチするのかなと、うん、もう毎日で、生理以外はもう毎日でも、うん、だから抜いてもあげたいし、生理だから、あーそっか、あー気遣いやってってこと、一応はそこら辺、ね、性の面で、ヒロミさん付き合っている間だけでよ、楽しい、そう、ヒロミさん結婚してるからね、怖いわ、中田美子さん、毎日無理無理、あーやっぱ結婚してる勢が、女性だから、女性の意見だから、これヒロミさんも中田美子さんも、あー女性からしてもやっぱ結婚してもう何回も重ねたらもうやっぱ無理になって、無理なんだ毎日は。スプリームさんもやっぱ笑ってるね、やっぱそうなのか、そうなってくるのかな、ヒロミさん子供できたら旦那ところに、なるほどね、結婚してエッチするとき、あ、ま、あ、ミサさん、結婚してエッチするときは子供が気になるから楽しめずにすぐ終わる、そっか、怖いからな、あれハラハラするはずね、子供が、だからお前はそれもなんかエンジョイとか思ってるけど、多分いざ本当にやったら本当に怖いんだろうね、なえるんでしょうね、うん、中田猫さん、本当今だけよ、あ、やばい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 、急ごう急ごう、今のうちにもうセックス楽しまないといけないですよ、そっか、確実に、いや、ぶっちゃけ男すごいのが、うん、性欲ない日あるさ、まあ、女の子もあるっしょ、性欲ない日全然、二人でいるけど、全然ある、けど男さ、うん、チンコをチョンって触られたら、うん、コロンってならん、うん、急に、うん、あれすごいよな、すごい、女子もあんの、うう、乳首ちょっと触られたらもう一気にコロンって、なんていうの、性欲ないから一気にコロンって性欲あるに変わるっていうか、性欲が急に出てくるってあるさ、うん、男子、あ、チューしたらもうすぐだ、あ、スイッチャー行っちゃう、スイッチャー行っちゃう、あ、チューなんだ、ディープとかぐらいで、あ、そっかそっかそっか、なんでだろうね、だからもう、うわ今日めっちゃ疲れた、そう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 、もう、うん、もうお風呂入ったからもう寝ようってなって、うん、ベッドでゴロンってなってちょっとチンチン痒いなと思って、うん、パンツに手突っ込んで玉袋かいたらなんかめっちゃ勃起する、わかる、自分でもあるよね、自分でも、あれ俺今日いけるやん、そうそうそう、わかるわかる、スイッチャー入る、そうそう、広告とかでね広告にエッチな広告があったら急にそこ、あ、そっから急に AV とか見たくなる、そう、うん、急にね、スイッチ入る、ね、入る時ありますね、お前何カップなの実際急に聞くのはあるだけど、ね、頑張って B かな、
あ、そうなの？頑張って B ってことはじゃあ、うん、頑張らなければ A ってぐらい、本当に一応、多分 B ぐらい。そのね、今この感じでさ、 B ってやばくない？なんで？ナイトじゃん？ナイトじゃん？なんでナイトじゃん？これどうなの？おっぱいって周りどう？形か、やっぱおっぱいの大きさより形かな。形だろうね。男子は確かに意外と形なのかな。何が何が垂れてる。男子意外と貧乳好きも多い、おいおい多いわけさ。意外とそのでかす、でかくなくてもいい。そうそうそう、ああ全然全然。貧乳好きも意外と多い。ありがとうございます、うん。いやいや、お前かわからん。形は自信あんの、自分で。お、全然ある。そんなにガラーン垂れてるわけでもない。あ、張りがあるの、しっかり。そうですね。美しい。ジョバスのね、おっぱいとか言うね。あ、いいね。三角形のやつ。いいね。張りがある。あれはもう超いい。理想。三角形ってきてる、ちゃんと。は、こういうこと？いや、違う違う違う。あれ？こう。うん。だから横から見たとき。うん。そう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 。あ、できてますできてます。できてる。あー、じゃあ。おー。これさ、乳首の色ピンクっている？ね、毎回聞くけど。はいはいはい、ピンクピンク。はぁ？ここに来る女子みんな言わん、自分のもピンクって。言う言う言う、絶対嘘だ。うん、そうだ。ここに来る、まあ、ビッチ、キャバ嬢、浮気した女、みんなピンクって言う。うん。どうやん？ピンク？怖い。ほんとにピンク？ピンクってどういうこと？何の色なの？あ、薄ピンクしかも。唇の色ってこと？あ、唇じゃないか。あ、みたいな。ほっぺみたいな色。うんうん、ペピンクなった時、漫画やん。はぁ、エロ漫画。それちょっと自慢だろ、お前、ぶっちゃけちょっと。そうだね、だって可愛いって言われるもん。イエーイ。腹立つな。いや、でもいいと思う。まあね、これ、これ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 、いや、見てる人わからんから。女が良くない。何色が嫌なの、逆に。女の子は茶色とか嫌じゃない？黒とか。茶色嫌なの？いや、お前からしたらでしょ、だから。茶色はいいでしょ。まあまあまあ、ベタでしょ。オーソドックスじゃん。じゃん。黒がやっぱ嫌なのかな、女の子、うん。結構周り悩んでる人いる？乳首は黒で。やっぱり。あー、いるね。いる？うん。そっか、乳首コンプレックスって確かに嫌ではあるな。うん。そっか。中谷子さん、どのくらいのピンク見たいって。気になるよね。え、なんかに、なんかに例えて、なんかに例えて、なんかにピンク、どんぐらいの色なの？桃？あれは綺麗すぎるか。あ、ほんとに桃みたいな感じ。絶対。いや、それはない。神経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 。乳輪は？あ、もうそれぐらいかな。ちょっと桃ぐらい。こんなやん。桃、桃で乳輪があんの、お前。あ、色じゃないの？色じゃなくて大きさよ、乳輪の大きさ。乳輪の直径。乳輪はどう、男子？ちっちゃい方がいい。ああ、まあまあ、でちっちゃくなく大きくなくじゃん。ぐらいか、うん、でかすぎたらあれ、うん、いいぐらい。あー、わかんないな、これぐらい？いいぐらいなのかな。いいぐらいでしょ。いいぐらいなのかな。お前の乳輪の話、生々しい。色素の、ひろみさん、色素の問題ですね。あ、中田猫さん、妊娠すると乳首の色が濃くなるよ。産んだら戻る。え、色濃くなるっていうのは、ね、茶色くなるってことみたいな、だんだん、うん、はい、ということで、それでは一旦 CM に入りましょう。コンプレックスがある人いる、女の子あるとしたら何があるの、コンプレックス。俺よく聞くのは、なんていうの、 V 字。あー、毛が濃ゆいのはやっぱりいる。あー、そうじゃない、結構いる、うん、いるね。見せたくないとかもいるよ、うん、沖縄だからね。あー、やっぱそうなのか、うん、沖縄が濃ゆいのか。女の子は濃ゆいじゃない、男も、うん、多分。お前は濃ゆい、薄いよ。薄いよ。お前泣いちゃうしな。うん、半分泣いちゃうし、半分泣いちゃうし。それいい。他にコンプレックスって、やっぱ おっぱいの大きさか。大きさとかじゃない、うん、下半身とかは、マンコとかは何の悩みがあるの、あるとしたら。他にすぐ濡れるとか、それはないか。あ、もうバカバカとかじゃん。あー、バカバカ、ガバガバ、ガバガバ、バカバカって。ガバガバか、ガバガバかな。ガバガバ、もともとガバガバの人いるんだ。いるんじゃないかな。へー、エッチいっぱいしたらガバガバなるのかな。なるでしょ、うん。まあそっか、ある程度まで行ったらかも、英語風俗場とかまで行ったら。マグロって言うもんと気持ちよくなってる。マグロ、栗トリスが雪見大福ぐらいあるとかは。そんなにいんの。いないいない。栗トリスってさ、なくなる。栗トリス、わからないわけよ。消えたりする。え、栗トリス消えるときない？あー、いないいないばーするね。そうなんだ。ば、そうだから触ってて、うん、あ、栗トリスだなって思って、うん、相手がこうね、うーってやってて、うん、
こうちょっとピッて手とかやるさ、うん、気持ちよくて、うん、でまた探したらあれない。そうかくれんぼするかくれんぼするみたいな、うん、あるよな、うん、あ見つけたあったあったあったって思ったらまたあれ消えたあれみたいな、うんうんうん、めっちゃ男子そういうの感じるやっぱ女子探してるわみたいなクリトリス探してるあなんかうんそううん、うん、なんか探してる全然クリトリスじゃない時もあるいやそこクリトリスじゃないやみたいなありますねあるんだありますね恥ずかしいなちょっとそれなあやっぱ分かってるんだね恥ずかしいクリトリス探るのでも意外と探すのKY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、ということで残り2分ぐらいですか、はい、じゃあ最後に中地なんかラスト1個の質問します。じゃあラジオではまあラストですかね。じゃあパッとできるやつ。勝負下着はみんな持ってるのかな。しょうもな最後最後しょうもな気になるんだけど、うん、はいはい勝負下着、うんまあ1枚ぐらいはあるんじゃないかな。あ一応あるんだやっぱ意識して履いてるの、うん、今日は多分彼氏と会ってなんか遊びに行って夜もあるからちょっとこの下着つけていこうみたいな、うんうんうん、あるあるある。あのお風呂入らない状態のセックスはどう。女の子が俺それ好きなんだけどやっぱ女の子嫌なのかな。それは嫌だよ。嫌なんだやっぱ。それはちゃんと洗いたい。入りたいんだ匂いが気になる。男からしたら逆に入ってほしくないぐらいの勢いのもあるよな、うん、マジで逆にね入ったらなんかサラサラ感ってかこの分かる生々しさがなくない、うん、ペタペタ感良くない。やだやだちょっと分かるっしょ一応やだやだ、うん、めっちゃ分かる。嫌なんだ俺のちょっと汗かいてるぐらいが嫌だ嫌だ、うん、なんならちょっと臭いぐらいがね良かったですお前の性癖だろそれ。性癖じゃない。女子めっちゃ嫌がる。男子あるよな。よく話したな。あるあるある。マジ、うん、いやこれ結構いいと思うよ。しょっぱみたいな、うん、あーいいと思う。あそれぐらいの方がいいと思う。全然いいね。男子は逆にお風呂入ってほしい。やっぱ入ってほしい。普通チンコとかめっちゃ洗ってほしい。あ、そう、あ、これ男女の違いかな、ね、しっかりしっかり洗ってほしいよね。え、じゃあしっかりね、じゃあ男子はお風呂入るように、うん、男女ともお風呂入ってセックスするようにしましょう。それでは皆さん安全運転でね、ラジオ聞いて。安全運転そう、今で運転しながら聞いてる人もいるかも。地獄やん。地獄なの怖っ。ということで皆さん、事故らないようにですね、いいセックスライフを送ってください。以上、KY デンジャラスのデンジャラスナイト、ゲスト葵ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャスがあと4分ぐらいですかね、続くということで。あ、続くんだ。他に聞きたいことある？なんか女子からね、この際だから。女子から？お前らから、男子に。俺たちはね、いつも聞いてるからね、うん、ちょっと。包茎って、うん、はい、神聖と火星あるさ、うん、はいはいはい、どういう違いなのかな、なんていうのかな。いや、もう皮かぶってるけど、向こうと思えば向けるは火星だ。火星もう正直9割5分ぐらいは火星じゃない。あ、95% は火星 OK じゃない。だ戦闘態勢になったら向けてる人は火星だけど一応方形の自由自在なのは火星 OK さ、うん、ああそうなんだ。皮がないのがもう方形じゃない、うん、がっつりないあ、じゃあいないね。んあれみんな方形じゃないんだ。だからほとんど方形。あ、ほとんど方形なんだ。方形ではある。ただもう神聖方形はやばいやつだもん、向けないっていう、うん、そうそう、友達それで当たってから。え、怖っ。入れたら痛いって。あ、男側が。そうそうそう。あ、でも何歳？同級生。19、20歳で神聖方形やばいって病院からね、やばいっすよね。そうやばいっすよ。でも彼女だからなんか病院だから初めてみたいな、その男の子は、うん、でも本当にひどい人はだから自分でどうにかできるレベルじゃないらしいね。もう本当に手術しないと。そう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 。手術か。だからもう切らないと。オナニーとかどうなってんのみたいな。だからもう違うってやり方が。周りなんかもうこの出てる。さすってるみたいよ。あ、出てる。あれだ。ちょっとだけ空いてるこの。さすってるみたい。空いてる部分だけさするってことか。怖。さすってるみたい。そっか。申請 OK だとね。体質だからね。これはもうしょうがない。ちっちゃく頃にね向ける。そうだね、うん、お前いつ向けた。俺ちょっと頑張ってやつさ、中1ぐらいの頃、小6かなぐらいに頑張って、ちょっとそろそろ向けんとはずいかなと思って。あ、そうなんだ、うん、それで俺もう5歳ぐらいからかな。お母さんはもうあれだよ、向いといた方がいいよって言ってたよ。ガチでちゃんと。そう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 、そういうことは。これなんでだろうと思ってたけど、海外とか生まれた瞬間ですか。そうっすよね、うん、日本人もいますよね、ちょこちょこ生まれた瞬間、うん、申請OK ちょっと引くだろ、やっぱ引かないさ、絶対。まあそうだな、うん、カスタマって確かに、バッて見たら白いカスいっぱい。いやだいやだいやだごめんね、急に生々しい。でもこれ見てる人で申請 OK いたらね、ごめんね、もう本当に。じゃあ病院行った方がいいは早め
早め早めが、そうだね、早め早め初体験する前に言っとかんと。そうだね。まあその男の子も悩みだろうな、絶対気づいてないわけよ、その男の子、うん、え自分が、うん、あ、だからこれもそうだよ、ね、あ、そういうこと、教育してんからな、教育してないから自分が不安っていうの、もうこれがみんな当たり前のチンチンだと思ってるでしょ、見せ合いとかも全然しない子だから、あ、そっか、怖っ、周りのチンチンそれだと思ってんだ、なかなか注意もできないっていうか、うん、怖い、でも愛してるなら言っとけじゃないみたいな、そうだな、うん、ということで今日30秒最後から、姿勢 OK の話だったんですけど最後、葵なんかあります、なんか、みんなに言っときたいこと、あ、そっち系、うん、うん、とりあえず、うん、今の時期はやりまくろう。とりあえず、性欲なくなる前にね。とりあえず、とりあえず。いずれ性欲なくなるからね。とりあえず、やれるものは使っとけさ。はい、そうですね。それであと5秒です。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しんでね。楽しんでね。ありがとう、葵。そして、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんな、全然ムラムラしないな、なんかな、こんなにエロい話しても、なんでだろうな。でもな、小6中1ぐらい